はい、今回からこちらのゲーム、池の町のアニーというゲームをやっていきたいと思います。謎解きゲームです。やっていきます。始める。わー、面白。あ？エスケープキーでスキップ。しゃれてるー。あるところに誰かが池の町と呼んだ町がありました。そこに暮らすのは頭が物でできた住民たち。みんなが仲良しではないけれど、なんとかうまく暮らしています。いや、ちょっといかんねえ、なんか。心が歪んでるからさ、ある日、その町にとある一人の少女が迷い込んできました。物っていうのがさ、彼女は町へ来た時、あるとても大切なものを失ってしまいました。見つけなきゃ私の、なんだろう、私の。そう言って、その少女、アニーは町を歩き始めたのでした。え、何このダークな音楽？え、ちょっと待って、どうやって、クリックで動くのかこれ？なんだ？ねえ、変な顔をしてるそこの君、急にディスられたんだけど。え、何あの S みたいなマーク？ああ、なんじゃあれでっか。あ、セーブか。君の足元にある頭拾ってくれないか。俺のなんだけど、さっき落としちゃって、え、それじゃハンガーみたいだね。拾うにはアイテムをクリックしてみてくれ。クリックゲーか、これ。左クリックでアイテムを入手できます。入手したアイテムは画面上のアイテムボックスに入ります。ん？これ、S を拾った S 字型のネオン管だ。ネオン管なんだ。ありがとう。ついでにその S を俺に渡してくれないか。拾ったアイテムは上の方に見えるはずだから、拾ったアイテムを俺にドラッグ&ドロップ。へぇー。アイテムボックスに格納されているアイテムを使用したい場所にドラッグ&ドロップすることで手を出すことができる。ダブルクリックで詳細確認できる。おー、よーできとんな。よーできとんな、どうぞ。あれ？おー、すげえ。すげえ。ありがとう。お礼に協力させてくれ。君の名は？自分のことを覚えていないのか。それは困ったな。何か覚えていることはないかい？塔？確かにこの町の最深部には塔がある。そこに行けば何かわかるかもな。君何踊ってんの？協力してやりたいが、俺にできるのはデータをセーブすることだけど、ここでセーブしていくかい？はい。します。はい。了解した。少し待ってておくれ。うい。おー。よし、これで君のデータはセーブされた。街を右に進めば、塔へとたどり着くだろう。おーね、もう塔に着くんですか？早いですね。まあ、話さなくていいかな、別に。これ奥のやつめっちゃ気になる。てか、ほんとこれ。フリーゲームと思えないクオリティ、なんだ？なんかおったけど今。建物の建て替え、瓦礫の撤去ならこのショベルカーにお任せ。ショベルカー。ご用の方はいつでもお電話ください、ショベルカー。ネジーン。すげえ。なんかできるこれ。ダメなんかな？怖っ。何あれ、怖っ。なんかメモみたいなんだけど、このいる人には話しかけられないのか。ここ何？このドア。無理だ。話してみるか。信号機、怪しい姿をしているね。お前に言われたくないね。この奥に、通すわけにはいかない。姿って。人間の方がおかしいのか。テレビ。中の機械部分はくり抜かれており、人間の頭が入りそうだって。はーい、どうもありがとうございます。特定のアイテムを自分に使用することで頭に被ることができます。自分の頭をクリックで外すことができます。なるほど。なんだ？え、なんこれ？ああ、なるほど。この工程をしろってことね。OK。こっちに行けんの？行けないわ。じゃあ、入ります。なるほど。なんだ、お前。新入りか？俺は見ての通り、この道の奥によそ者が入らないように見張ってるんだ。お前は仲間みたいだから、この道を通してやってもいいが、くれぐれも変な木を起こすなよ。変な木って何？起こしたらな、何？どうなの？通れんの？ああ、すごい、スラム街みたいなとこなんだ。首なしに気をつけろ。うわ、何？怖っ。首なし？ようこそ闇市。お前さん、初めて見る顔だな。新入りか？今日は特に珍しい品物が入ってるんだ。見ていくかい？見るか。
何が入ってるの？よし、とっておきのを見せてやろう。これは機械へのネジ巻きだ。おう。一体どこで使うのかはわからないが、こんなものは初めて見た。これにはきっと買って、計り知れない価値がある。もしお前さんがこれと同じくらい価値のあるものを持っていれば、それと交換することもできる。何か珍しいものや価値がありそうなものを持っていれば、そのアイテムを見せてくれ。これしかないっす。おや、これは電話のネジじゃないか。ネジが外れて困ってるんじゃないか。黒電話に返してってくれ。誰？黒電話？そんなおったっけ？黒電話？あ、こいつ？最近なんで逃げてたの、あなた。最近調子が悪いな。どこかのネジが緩んでるのかな。なぜ逃げた？はい。ああ、これは確かに僕のネジだ。拾ってくれたんだね、ありがとう。お礼にこれを持っていくといいよ。古びた行為、使い道はなさそうだが、とても価値のあるもん。ああ、どうもありがとうございます。ちょっと。で、コインをこの人に渡して、はい。はい。一体これはどこで？少し時間をかけて見せてくれ。これは大昔に使われていたコインだ。まさか本物が残っていたとは。今では釣り合い物同士を交換して品物を手に入れているが、昔は全ての品物をこのコインと交換で、もう手に入れていた。はい。どうしてわざわざそんな面倒なことをしていたんだろうな。このコインとネジ巻きを交換させてくれ。まあ、はい、いいです。ありがとうよ。ほら、ネジ巻きだ。貴重なものだから大切に扱ってくれよな。ネジ巻きゲットしたけど、それが一体何ですかって感じ。この前私とネジ巻きを大切にしてくれてるか、きっとどこかにこのネジ巻きを使う場所があるだろうから。ああ、なるほどね。ヒントもらえんだな。親切設計。じゃあ、あっちの、こっち側かな。こっち側でなんか使うとこあった？なんか今、ハテナ出たけど、なんやったん？これか？ああ、これ見たね。いや、これ、いけなくない？どうしたらいいんだ？あれ？さっき落としたネジくれた人だよね。誰かに電話かけたいの？わからんけど、まあ、取り付けるか。え？何これ ?1?2? いや、絶対なんか違う。なんだろう。これ謎解かなきゃ。まあ、通じらんもな。間違ってるよね。なんか書いてあったっけ？あ、電話ください。ショベルカーに電話したいけど、なんか書いてない。